ナマステエバディ、どうもチャロブラザーズのスタワジです。はい、というわけでですね、皆様に好評いただいております講座シリーズインドを目指したヨーロッパ編のですね第5回ということで、いよいよね、皆様に総本山のねイギリスについてご紹介をしたいと思います。皆様今までご視聴いただいてありがとうございます。初回でね、まず大航海時代っていうものがどういうものか扱いました。そして第2回でねポルトガルやりましたね。そして第3回、オランダ、特に東インド会社というシステムについてやりました。そして第4回、フランスの東インド会社についてやりました。とそしてです、第5回、これからですねシリーズものでイギリスとインドについてやっていこうと思います。で、皆さんもご存知の通りですね、インドはこの後長いイギリスの支配の時代に入っていきますね。なので、今回はまず前半一番最初のね、どうやってイギリスの東インド会社がインドに入っていったかというところに注目して第1回やっていこうと思います。それでは皆さん行ってみましょう。というわけでね、インドとイギリスということで、やっていきたいと思うんですけども、まずね、一番最初に押さえるべきは何かね、オランダの時もフランスの時もそうでしたけれども、そうですよね、何年に東インド会社が作られたかというところです。はい、見てみましょう。1600年にイギリスでは東インド会社が設立をされます。これはオランダ、フランス、イギリスと3つ国がある中で一番早いんでしたよね。はい、というわけでね、一応この時代にどういう人たちがいたのか、それぞれね、イギリスとインド、それから分かりやすいのでね、日本ということで比較をしてみましょう。イギリスは当時エリザベス1世という女王様が国を守っていた、そんな時代ですね。そしてインドね、これね、昔撮った動画でですね、インドのムガル帝国について特集をした動画があるんですけれども、そこで出てきたアクバルという人、この人が、ちょうどインドを守っていた時代ですね。ムガル帝国第3代皇帝のアクバルという人です。はい、そして日本ですけれども、関ヶ原の戦い、ちょうど1600年、天下分け目の関ヶ原ということで、石田三成とですね徳川家康が戦った、まさに1600年の出来事なんですね。なので非常にね、この1600年っていうところはイギリス、インドにとっても重要だし、日本にとっても重要ということでね、ここ非常にキリもいいのでね、ぜひ覚えておきましょう。じゃあロゴが、はい、というわけでね、東インド会社が1600年イギリス、作られて、そしてどん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 アジアに行こうということでやっていくわけです。で、最初に目指した場所、実はねインドじゃないんです。オランダと同じでインドネシア目指しました。しかもオランダと全く同じ場所、今のモルッカ諸島というんですけれども、香辛料がね、よく取れる場所、そこを目指していったんですね。ということはですよ、オランダ拠点作りますよね。そしてイギリスも同じようにして、インドネシアに行って拠点を作る。当然2カ国はバチバチにやり合うわけですね。次の話ですけども、1623年、アンボイナ事件っていうのが起きます。これはインドネシアでの出来事です。アンボイナ島という島があるんですけれども、そこで起きた事件、何が起こったか、これはオランダの兵隊がですね、イギリスの商館の人たちを全員殺すという事件なんですね。何が起こったかというと、ある日の夜です、オランダの商館ね、城塞で守られています。その門のところにイギリスの商館の人が来ました。何か聞くんですね。何を聞くかというと、オランダの商館の警備体制、それから城壁の構造どうなってますかって質問するんです。おかしいですよね。なんでそんなこと聞くんだって問い詰めたんです。そしたらイギリスの商館の人は口ごもるわけですよ。いよいよ怪しいですよね。どうしたか、拷問するんですね。思いっきり拷問して聞きます。そしたら何が起きたか、実はイギリスの商館が今度オランダの商館を襲う計画があると。
こういうわけですね。こんなことを聞いたらオランダの商館は黙っていられないわけですね。先にやってやれと言って、イギリスの商館を一気に襲って、中にいた人たちみんなを皆殺しにする、こういう事件があったんです。これをアンボイナ事件と言いますね。で、何が、この事件大事かというと、ここでね、イギリスの商館員を全員殺したということで、圧倒的にオランダが強いっていうことが示されちゃったわけです。ね、なのでイギリスとしてはもうそれ以上人を送ってインドネシア攻略しよう、オランダを駆逐しよう、そんな気もなくなっちゃったわけね。だからどうしたかというと、はい、ここインドに集中すると書きました。当時インドネシアと比べるとまだインドは外国がそんなに出てなかったんですね。1400年代にね、ポルトガルが、バスコダガマを派遣してカリカットに着きました。その後ゴアみたいな感じでね、ポルトガルが、インド、よくね、進出してたんですけれども、本当にそれぐらいで、インドネシアと比べると全然競合も多くなかったんですね。だからここ香辛料を最初求めてインドネシアの方に行ったんだけれども、香辛料を目指すとオランダと敵対しちゃうからもうダメだと。だからしょうがない、他の作物、他の商品、例えば綿織物とかそういうものをめがけてインドに進出しようっていうことを考えたわけ。実はこの大きなきっかけになったのがこの1623年のアンボイナ事件なんです。じゃあロゴだ。というわけでね、イギリス、拠点をね、いっぱい作っているわけなんですけれども、大きな拠点が実は3つあります。マドラスとボンベイとカルカッタということです。それぞれ今の、都市の名前でいうと、チェンナイとムンバイとそれからコルカタという3つの都市がありますね。地図で見ていきましょう。ここがボンベイ、西インドですね、今のムンバイです。そしてマドラス、今のチェンナイ、南インドです。そして、カルカッタね、今のコルカタと言いますけれども東インドにありますと。じゃあロゴだ。で、もうちょっと正確に言いますね、もうちょっと正確に言うと、このボンベイですけども、これはポルトガルからもらったんですね。当時ね、このボンベイをもらった時のイギリスの国王、チャールズ2世と言います。チャールズ2世はですね、なんとポルトガルから奥さんをもらいます。その名もキャサリンというんですけれども、そのキャサリン、が嫁いでくる時にイギリスはこう言うんですね。お前嫁ぐんだから何か貢ぎ物はないのかと、こういうわけですよ。そしてポルトガルはなんとですよ、なんとその貢ぎ物に、じゃあボンベイあげますって言ったんです。この時からポルトガル領だったボンベイがイギリス領に変わります。じゃあロゴだ。で、それからね、もう一個だけちょっと説明させてほしい。もう一個だけ、チャールズ2世とね、そのキャサリンの結婚で伝わったもの、ポルトガルからイギリスに行ったもの、ボンベイが一番大きなものなんですけど、実はもう一つあります。ここに書きました。お茶、お茶なんですね。これね、ポルトガルは、ポルトガル編でね、説明したようにマカオまで行くんです。中国のマカオまで行くんです。そうするとつまり、中国の文化に触れるわけですね。中国といえばお茶文化ですよね。そこでポルトガルは中国茶に触れるんです。で、それをヨーロッパに持っていくんですね。なのでポルトガル人っていうのは中国にお茶というものがあって、それは何やら美味しかったり、体に良かったりしてるらしい。そういうことを知ってるんですね。で、今回この時ですよ、この時にキャサリンという、キサキさんをチャールズ2世、イギリスの国王がもらいます。その時にですね、キャサリンはお茶道具一式と茶葉を持って嫁いだんです。そっからイギリスって今紅茶有名ですよね。実はこの時にイギリスの紅茶文化っていうのが始まっていくんですね。はい、というわけでですね、チャールズ2世と、キャサリンの結婚っていうのが、ボンベイを、ポルトガルからイギリスに移すことにもつながったし、なんだったら茶を、伝えることにもつながったというところですね。じゃあロゴだ。で、そんな感じで、ね、3拠点、マドラス、ボンベイ、カルカッタ、それぞれ南インド、西インド、東インドということで、拠点が揃って、そこで商館を建てて貿易をやっていきましょうというふうになったわけですね。でも、その道は決して安泰じゃなかった。なぜかというと、前回説明した通りですね、フランスが来ちゃうんです。フランスが。
ね、特にマドラスに対抗してポンディシェリを作った。そしてカルカッタに対抗してシャンデルナゴルを作った。ね、ということで、ここ二つは大きく対抗することになっていくわけです。で、最後は大きな戦いが二つね、カーナティック戦争ってやつとブラッシーの戦いっていうのがそれぞれ起きていきます。ね、このあたりの話をね、ぜひ、次回、やっていこうと思います。じゃあ、ロゴだ。はい。というわけでね、今回ちょっと短かったんですけれども、イギリスとインドということで一番最初ね、東インド会社がどうやって、インドに入っていったかというところについて説明をしました。はい。でちょっとだけね、ここ、触れておきますね。こうやってね、さっきアンボイナ事件で、インドネシアを追い出されて仕方なくインドの方に来たイギリスだったけれども、実はね、この大航海時代を通して商品作物っていうのが大きく変わっていきます。香辛料ね、一番最初って香辛料、胡椒とかシナモンとかクローブとかね、そういうものをみんな求めて、来てた。どうしてかというと、それはヨーロッパでものすごく貴重だった。だから高かったんです。高い、売れる、儲かる、だから香辛料を目指していった。なんだけど、当然そうやってみんな香辛料を目指して旅立って貿易をしていく。そうすると供給量は増えていきますよね。それに反して別に人口、ヨーロッパの人口ってそんなに増えていかないわけですよ。そうするとこれじゃないけれども、供給が増えて需要が変わらないということはプライス、価格がどん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 下がっていく。つまり儲からなくなっていくんですね。それに対してインドの綿織物っていうのは今後どん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 需要が増えていきます。インドの綿織物ってすごく質がいい。だからヨーロッパでものすごく人気が出てくるんですね。なので結果的にインドネシアを取ったオランダっていうのはちょっと衰退していく。それに対してこのインドを取ったイギリスっていうのは今後グイッと伸びていく。そういうね、対比になっていくわけなんですね。面白いでしょ。こんな感じでね、今後ね、イギリスっていうのはどん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 ね、覇権を握っていく大きな国になっていくんですが、そのあたりの話を次回以降、みっちりやっていきたいと思いますので、続きが気になる方はぜひ、今のうちね、チャンネル登録していただいて、通知もオンにしていただいてね、ぜひぜひ次回見逃さないようにしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャロ、バイバイ。動画を見ていただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ば、おチャンネルのご登録、いいねとお言葉、お SNS と、お SNS は、ごめん。